僕がね学生の頃からずっと食べてた好きな場所なんですけど、日本にはまだ支店がないんですよ。でここはね僕がねぜひ日本に支店を出してほしいっていうお店なんですよね。Far West Life。 はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。 Far West Life のマサです。今回は僕またまたロサンゼルスに来てるんですけど、はい、今日は浩平さんとまたまた一緒にランチということで、まあ、前回の動画では浩平さん、浩平さんおすすめの、まあ、ハビットバーガーっていうのを紹介させていただいたと思うんですが、今日は僕がめちゃめちゃ食べたい、皆さんに紹介したい、ファーストフードがありまして、それがなんとこちらチポートレっていうね、まあ、メキシカンというか人によってアメリカンっていう人もいるんですけど、まあ、僕の中ではメキシカンなんですけど、すごい僕が学生時代から好きやった、まあ、そういう店なんですよね。で無理やり浩平さんを連れてきて今日は一緒に食べたいと思いますんで、早速これからね皆さんにも紹介していきたいと思いますんで、楽しんでいただけたらと思います。はい、じゃあ浩平さん早速食べに行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、店員さんがドリンクを入れてくれるんですけど、通常のソーダ類ですね。それ以外にここにはこういうね、面白いアイスティーとか、まあ、レモネード、ね、こういったものがあります。まあ、ハイビスカスのレモネードとか結構美味しいんですよね。じゃあ浩平さん買ってきたんですけどね、はい、はい、今回僕らが頼んだのは、浩平さんはこのブリトーなんですね。これ結構定番なんですけど、まあ、一番人気というか結構ね、みんなが頼んでるメニューを今回僕ら頼んだんですが、僕はこのボールっていうね、まあ、丼みたいなもんですよね。これを頼みました。はい、じゃあねまずは皆さんに僕が頼んだボールを紹介したいと思います。これがね美味しいんですよ。じゃあ開けますよ。じゃ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 ーん、こんな感じです。めっちゃ美味しそう。はい、じゃあ中身がですね、はい、これね中にこのライスが入ってるんですよ。で僕今回ちょっとねダイエットしてるわけじゃないんですけど、玄米ブラウンライス、ブラウンかホワイト選べてたんでね、はい、であと黒豆ブラックビーンズとで、サルサかかってて、まあ、これファヒータって言って玉ねぎ、あ、ファヒータって言ってピーマン炒めたやつで、チーズとサワークリームも入ってます。結構ね日本人の人でサワークリーム苦手な人とかもいるんで、これはもうチョイスなんですけどね。僕はまあ入れてちょっと酸味を出す方が美味しいんですよ。なんでかっていうと、僕このね赤い辛いソース、僕辛いのも好きなんでこれ入れてるんですよ。そしてなんといってもクアカモーレですよ。浩平さん、はい、アボカドですよ、僕大好きなんですよ。美味しそうですよ。はい、
もちろんそれは浩平さんのやつにもトッピング入れましたよ。はい、ありがとうございます、はい、なんでこのレタスもね乗せて、はい、まあ、食べると、はい、で人によってはこれぐちゃぐちゃに混ぜる人もいるんですけど、はい、まあ、ちょっと今回ちょっとある程度こう混じってね、はい、食べたいと思います。はい、はい、いただきます。めっちゃ美味しい。あのね、こうなんかこうサワークリームとかかけたらあんまり美味しくないなってイメージ日本人の方結構持たれるんですけど、実はですねこのメキシカンっぽいこの豆ですよね、やっぱメキシカンといったらこう豆ありますから、こう豆とこの辛いソースの間にこのサワークリームのちょっとしたこう酸味というんですか、甘さが混じってちょうど中和された感じになるんですよ。はい、はい、でしかもこのねグアカモーレって言って、アボカドですよね、これがねまた合うんですよ、こういうご飯とかと一緒に食べると。はい、でこれがあの、まあ、丼みたいな感じで、僕はあのたまに、まあ、ブリトーとか、タコスみたいな感じでも頼むんですけど、結構もうフォークでこうサクサクっと食べれるんで、僕はこういう感じで結構オーダーしてるんですね、うん、で肉は僕チーズにしてるんですよ、はい、でこのシュレデッドって言って細かくやったあの肉とかにもしたりもできるんですけど、僕はこうもう切って思い切りなんていうんですか、グリルで焼いたあのこのチキンが一番まあ僕は好きなんで、人によってはまあビーフとかもおすすめですね。はい、日本にいてた時僕全然これ知らなかったんですよ。で学生の頃に友達があの初めてこれ教えてくれて、あこんなんあんねやって言って食べたらめっちゃ美味しかったんですよ。量もこれ結構多いですよ。で女の人やったらこれだけでもお腹いっぱいっていうか、もう食べきれないぐらいじゃないかなっていうぐらい結構量多いですよね、うんうん、でまあこれね学生の頃からもアリゾナにいる学生の時からもうずっとこれ食べてて、で日本に帰って、僕一回日本に帰って就職してたんですけど、その時にめちゃくちゃ恋しくなったアメリカの食べ物が実はこれなんですよ。日本に行った時に毎回これ恋しくなるんですよ。アメリカ戻ってきたらあの逆ホームシックじゃないですけど、これ食べたくなるんですよ。それぐらい僕これめっちゃ好きなんですよ。まあ僕だけじゃなくて学生の頃からはあの日本人の友達とかもみんな言ってたんですけど、これ日本人の留学生みんなほんまに僕の周り言ってたんですけど、僕も含めてこれ日本でなんで試験出してくれへんのっていうぐらいみんな好きなんですよ。だからアメリカ来たらチポートレ絶対食べてください。これめちゃくちゃ美味しいですから。はいね、こんな感じで、まあ、僕は今回ボールですけどね。はい、浩平さんは今回ブリートを、はい、まあ、頼んだんですけど、はい、はい、じゃあちょっと見せていただきましょう、はい、どんな感じなんでしょうかね。すごい量多いですよめっちゃでかいですよね。浩平さんの手と比べてもこれ結構な量ですよね。しかも僕の頼んだ、はい、あのなんていうんですか、ボールよりもトルティーヤがさらにこう加わってるんで、なるほど、結構それもプラスアルファになってるからお腹いっぱいになると思いますよこれ、ね、男でもこれ結構な量じゃないですかこれ。ですよね、はい、ではいただきます。うん、元キックボクサーがかぶりついております。はい、どうですか。ん、美味しい。美味しいですか。うん、あの中身ちょっとどんな感じになってます。中身こんな感じです。はい、そう、浩平さんにもちゃんとあのグアカモーレのアボカドのトッピングも入れました。アボカドはねちょっと別料金なんですよ、プラスアルファになるんですよ、ね、あ、そうだったんですね。そうです、そうです。はい、でも入れた方が絶対美味しいんですよ。絶対入れた方がいいです。おー、これうまそう。浩平さん結構前には前の動画ではタコス食べたんですよね。うん、僕も動画で、はい、一度撮らせてもらったんですけども、はい、こちらのレストランタコス食べました。で今回ブリトー、あのこちらも美味しいです。前回と頼んだタコスだったんでちょっと小さかったですよね、はい、確か、うん、これちょっとボリュームもあっていいんじゃないかなと、はい、やっぱこう日本人の中でメキシカンって言ったらやっぱタコスのイメージが一番最初に来るから、はい、タコスをトライする人も多いんですけど、はい、このブリートもやっぱりね、うん、結構人気のメニューなんですよ。はい、で慣れてきてから僕は結構あの自分のこのボールをね頼むようにもなったんですけど、大体ねあのチポートレ来る人って、はい、ブリトーとこのボールがやっぱ一番、まあ、僕のアメリカ人の友達も入れてですけど、はい、すごいやっぱ人気なんですよね。うん、美味しいです。今回ちょっと無理やり浩平さんにも誘って連れてきたんですけどはい、いや
想像してたより全然美味しいです。僕ブリトー自体ちょっとアメリカに来てからあんまり食べてなかったんですけれども、はい、うん、そうか、こういう味かうん、なるほど。このチポートレのこのからし、とからしじゃないわ、唐辛子か、このマークがすごい可愛いんですよね。いや、浩平さん、美味しかったですね。美味しかったです。お腹いっぱいですよ。はい。良かったでしょ、ここ。良かったです。はい。まあ、学生時代の頃から僕ずっと好きやった、まあ、ファーストフードなんですけど、はい。まあ、ハンバーガーとかとはまた違ったね、あの、良さがあるし、お腹もいっぱいになるし、これなんで日本で支店作ってくれへんやろうとずっと思ってるんですよ。周りの僕の友達もみんな言ってるし、多分、日本人にあんまりメキシカンって受け入れられにくいのかな。それもあるかもしれませんね。そうなんですよ。あの、僕ね、日本帰ったらメキシコのお店、メキシコ料理店っていうんですか、レストランとかなんか全然見つからないんですよ。あってもなんかバーのなんかサイドメニューにちょこっとメキシカンがあるぐらいしかないんで、まあ、いつかこのチポートレが日本でも支店ができてくれることを僕は願っております。 Far West Lifeということで、今回は僕の大好きな、学生時代から好きだったこのチポートレを皆さんに紹介させていただきました。このチポートレ食べてみてください。はい、ということで今回はロサンゼルスからでした。どうもありがとうございます。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in AmericaAnd let's enjoy the Far West Life.